今回は番外編です。オーストラリアンフットボールから歴史を学ぶ AFL ディスカバリー。ドリームタイムって何ということで、ヨシの方に聞きたいと思います。そうですね、まあ、ドリームタイムはそのサー・ダグラス・ニクルス・ラウンドの一つのゲームなんですけども、これがあのリッチモンド対エッセンドンとのドリームタイムマッチ、すごく大きなマッチなんですけど、こういうふうに後ろに出てるのがシドニー・スタッフ2019年なんですけど、これがあのドリームタイム前のウォークライの絵なんですけども、うん、まあ、ドリームタイムズは結構迫力があるパフォーマンスのイメージありません？うん、これあの本当に戦いに行く前のね、あの踊りというかダンス、パフォーマンスかな、これすごい迫力あるよね、毎回毎回ね。ですね、インパクトがあって、まあ、いろんなの地域によってそのパフォーマンスとかそういうこういうあのウォークライとか変わっていくんですけども、2005年からそのサー・ニクラス・ダグラス・ラウンドができてて、彼はすごい素晴らしい人なんですけども、一番印象的なのは1967年に、うん、新しいムーブメントを起こしたんですけども、そうですね、センサスに、オーストラリアのセンサスにアブリジニがカウントするムーブメントを起こして、ここですね、起こした人です。先住民の人々が市民権を得たというのが1967年です。これが大きなムーブメントで、うん、そのあと72年なんですけども、クイーン・イリザベス2世にあのナイテッドされて、今はサー・ダグラス・ニクルスになってます。あ、今 の、 あのエリザベス女王にその称号を与えられたということで、このサーがついてダグラス・ニコラスさんで、この人は先導して市民権をみんなが得られたと、1967年。で、はい、この人の名前がラウンド名に なってるんだね。何もありました。その2005年、うん、ちゃんとそのアブリジのラウンドがそういう方だったんですけども、今はサー・ニクラス・ダグラスラウンド で2005年スタートしてるんですけども、ちょっとしたあのマジックモーメントが何個かあるので、それを紹介していきたいと思います。で、まずそのアブリジのラウンド、サー・ニクラスラウンドで言ったらエビ・ベッツ、そしてまあボール・オブ・ザ・イヤーがここで生まれたんですけど、このボール見てください。ジャイアンツの試合なんですけども、もうエビはもう半分出てますね。ここで1回転んで落ちてラインギリギリで、もうこれあの印象的なエリーズゴール、エリーズコーナーって言われてるんですけど、カールトンからアデレードに行って、また今回カールトンに戻ってきたエリベッツ、うん、もうインディジナスプレイヤーのアイコンみたいになってるかな、 AFL でね。そうですね、もう、アブリジのラウンド、この週、この 2,3 週間にかけて、もうスーパープレイ、ゴールオブザイヤー、マークオブザイヤーがもう生まれるラウンドなんですけど、もう一度下に行ってもらうと、今度はユニフォームを紹介していきたいんですけど、2011年、ここですね、リッチモンドがドリームタイムに、これがあのリッチモンドのいつもの冊子なんですけど、ちょっとデザインがちょっと変わってて、冊子の中にアブリジのアートが入っていて、これは2011年、もうあのこれが初めてで、今だとね、うん、このいろんなアブリシのジャージが出てるんですけど、2011年がリッチモンドが最初のチームでした。ここからじゃあそのアボリジナルアートの歴史が始まった、ユニフォームがいろいろ変わってったっていう。うん、はい、今だとね、本当にまあアウェイチーム、ホームユニフォームがあって、あの 何人かが、ね、ファンとかは買ってるんですけども、本当にもう毎年こういう風にスタートしたのが、この2011年のリッチモンドの冊子からでした。意外にこのデザイン変わったのはじゃあ新しいんだね。今はもう毎年恒例になってるもんね、このラウンドはスペシャルジャージを着ようっていうね。はい、なのでまだ若いんですよ。で、もう一度下に行くと、もちろんそのアレム・グッズのね、あのウォークライのセレブレーションであったり、こういう風なのエモーショナルな部分もあるんですけども、やっぱその、アラム・グッズ、シドニープレイヤーといったらバリー・フランクラン。まだ現役なんですけども、ホーソンから、シドニーに移ったんですけど、彼の特徴のその番号23番を付けるんですけども、2017年はちょっとスペシャルイヤーで、23番ではなくて67番を付けるんですね。それはあのサー・ニクス・ダグラスがあのさっき話した1967年 の、 そのムーブメントのリスペクトとして、あ、その市民権を得られた年 の、 その67っていうのをリスペクトして、はい、ということなんだ。はい、じゃあそのインディジナス の、 そのプレイヤーたちは誇りを持ってクラブを代表するだけじゃなくて、コミュニティを代表して、まあ、このラウンドは特にね、思い入れを入れて戦っているっていうことだね。そうですね。で、ちょっと今年はスペシャルな年でもあって、
アブリジニの子でブロードキャストをするシーンもありました。先住民の人たちのオリジナルのその言語ということはね、英語ではなくて、はい、それで実況中継をやったグループがあるとされてね、ここでスターウェイでベースされて、うん、ラジオ局なんですけど、この3人こっち側です、自分側ですね、自分側が3人が初めてなんですって。初めてドリームタイム、初めてコメンテーターするのが初めてのドリームタイムで、まあすごい緊張しますよね。緊張してるね。右の方は、右の方はブライアン・テイラー BT なので、まあずっとコメンテーターしてるので、ちょっとこうアドバイスをあげながら見て、例えばあなたのフェイブルプレイヤー誰ですか、それはもうティッピングティーだと。そしたらもうティッピングティーの時はどういう風な行動をするかっていうのを今こういう風に横を演習してるんですけどここですねなんかうまくいったらいいですけど、やっぱ言語でね、こういう風にできるのは本当アブリジニの語だけじゃなくて、うちらにも大変だと、もしかしてね、いつかは日本語でできるチャンスがあるかもわかんないので。そうだね、我々もねそうやってチャンスを与えられれば。いやでもこれいろんな言語が本当はあるんだよね。そのインディジナスの人々もいろんなグループがあるから、いろんな文化があったり、ウォークライも少しずつ変わってたりだとか、そういうのを毎年このラウンドのことにごとに見れたりだとか、まあそのパフォーマンスはもちろんあるので、それも楽しみの一つかな、試合を観戦する。そうですね、やっぱそのコミュニティで、うん、クラブによってチームが違うので、そうですね、コミュニティが違ったり言葉が違ったり、やっぱその信じてるものも違うので、うん、やっぱ前が変わってきたり、そのパフォーマンスが変わってきたりね、そのクラブの色が変わってきてるので、それが魅力だと思います。うんうん、でそうです、次の年2022年ね、どういう形で、ね、どこでどういうふうに考えて、こういう情報を入れて、次2022年楽しみに見てほしいと思います。